重量不足、打败的券。はい、ありがとうございます。本日の食材がこちら、巨大な天然トラフグ。ということでね、以前も似たようなサイズのトラフグやったんですけど、また奇跡的にこの大きさのトラフグ入りました。しかもこのトラフグ、オスなんですよ。オスってことは白子が入ってます。メスには卵は、ただトラフグの卵は猛毒です。でもトラフグの白子は超高級食材。でメスっていうのは大きくなりやすいんですけど、オスっていうのはね、ここまで大きくなる個体は少ないんですよ。去年やったのが6キロぐらいのサイズなんですけど、今回のが 7.3 キロぐらいあります。生きてるやつを締めてもらいました。出たー、骨が大きいんじゃないですか、これ僕も。今日はこんなに鮮度のいいフグが入りましたので、巨大なトラフグを使ってトラフグのヒレを全部落としていきます。これ干すとヒレ酒になるんですけど、このサイズのヒレはそうそう見ないですからね。落としていきます。一応締めてあるんですけど、まだ頭動く可能性あるんで気をつけて気をつけて。すごくないですね、これ。噛まれたら本当に指は落ちるでしょうね。そしたらくちばしを落としていきます。鼻の穴のちょい下、ここら辺から包丁を入れていきます。皮を切りまして、こんな感じですね。そしたら硬い、すごいな、本当このサイズになるとマジで硬すぎる。でここにぼっちがありますので、ぼっちは切らないように隙間を通して取れました。そしたらくちばしが取れたら次は皮を剥いでいきます。白と黒の境界線、真ん中ですね、真ん中に包丁を入れます。で皮1枚切るイメージで包丁を入れていきます。こんな感じですね。そしたら反対に入れて、反対側も包丁入れていきます。こういうふうに逆包丁で入れてあげると間違いないですね。よいしょ、 OK。 で、 できるだけこの膜は切らないようにさーっと皮を剥きます。そしたら皮を剥いていきます。まずはこちらの表面、こちらから剥いていきますね。皮を剥きながら包丁を上に上げて皮を剥いでいきます。身を切らないように慎重に慎重に皮を剥いでいきます。はい、背中の方の皮が取れました。そしたら裏側の白い方、こっちの皮も剥いでいきます。やり方は一緒ですね。尻尾の方から包丁を通して、ここを一回切り離します。で切り離したところを持って包丁を若干上に上げて、身を切らないようにして包丁を通していきます。
帰ってましたのかも取れました。さすがにでかいね。取るよこの大きさ。そうしたらこちら見えてますね。白子です。でけえ。去年やったのもでかかったけど今年もでけえな。そしたら白子だけ外しちゃいましょう。普通の大きさの部分だったらここちょんってやらなくてもビュービュー、これを外すと、お目玉を押します。そうすると目玉がこう出ますんでね。出たところをここで手で取って小さい。そしたら次は内臓の処理ですね。ここがちょっと複雑ですね。説明しながらやっていきます。まずはここエラを落とします。分かりにくくないですか。でもちゃんとこれを判別できないと滑ります。はい、じゃあエラとし、これ胃袋ですね。なんかすげえでけえ骨が出てきたのこれ。で、あとはこういう膜がついてますんで、手で取れる範囲は一緒に3日間保たれないんですよ。はい、ではこのように身もだいぶ落ち着きました。でこれ海水で、こんな感じですね。そしたらこっち側にも塩を振ります。であとはここにセットして食べる直前に焼くだけです。そしたら次は身を下ろしていきます。まずはこのお尻みたいなところですね。下ろしていきます。で骨もねペカちゃって、で骨は関節に手羽を当てて、背中の方の身はちょっと筋っこいので落としてます。こういう赤いところも取っちゃいます。はい、こんな感じ。これで綺麗になる。ここはここでまた実は2種類あって、砂漠免許とあとテッサの免許というものがあるみたいな。テッサの免許って感じ、押してが残ってなるんですよ。そうすると立体感のあるテッサが引けます。下ろし、そしたらこちら湯通しした薄皮ですね。これを刻んでいきます。はい、これで巨大トラフ、7キロの巨大トラフをさばいたんですよ。すだちをかけてください。